ピクニックバスケット言いたいだけじゃないよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回は、前回ね、ちょっと作っとったクマちゃんをクマちゃんをちょっと配置して、はい、受け取ります。はい、クマのちびちゃん、これをどこに置こうか。これをまあ置くわけだけれども、置くわけなんだけれども、はい、クマのちびちゃんね。クマのちびちゃん、どうしよう、どこに置こうかな。テーブルの上にも置けるテーブルの上にも置ける。さあ、どうしましょうか。どの辺に置きましょうか。このランプをちょっと離して、あ、ここ置けんのか。ここ置けんのか。じゃあ待って。この辺に置いとく？ちょっと待って、動いた。この辺に置いとこうか。まあ、とりあえず。はい、置きます。あとはもういいかな。じゃ、とりあえず、今回はね、ちょっと、トタケケを呼ぼうかなと思ってるので、あ、違う、ここじゃなかった。クラフト画面ね。はい、じゃ、これで一旦保存します。これ、クマちゃんでなんか遊んでくれたりとかするんかな？別にせんのかな、何も。これで次、トタケケをどこに呼ぼうかなって思うんやけど、どこに呼ぼう？この辺とかにもさ、この横のところにも呼べたら、なんかその辺ちょっと出っ張った部分にトタケケを呼んで、なんかね、ライブしよるみたいな感じにできたらいいなと思ったんだけども、どうしようかな？トタケケを呼ぶ場所。この辺に呼ぶ？この辺に呼ぼうか。じゃあ、とりあえず、ここなんかめっちゃキッチンっぽくなってるんよね、私。ここめっちゃキッチンっぽくなったんよね。どうしましょうか。トタケケを呼ぶ場所。このあたりにしようかな。このあたり、まあ、とりあえずじゃあ、作ろう。あ、マップじゃねえわ、クラフト。クラフトで、はい、トタケケの椅子を作ります。おし、注文、する。トタケケは延々とギターを弾きよんかな。いいね。最初の質問は、一番最初トタケケ出てきたやんか。あの質問はどこに繋がった？もうすでに繋がったんかな、なんか。いまいちわからないけれど。注文していた品が届いた。中身を見てみよう。はい、トタケケの椅子。この椅子はなんか向こうの、こっちのところにぴったりな気がするんよね。ってことで、ちょっと、そうやね。あ、間違えた。ちょ、待って。はい。この机をこういう風にして、で、ここに、トタケケに、やってきていただこうかな。こういう感じ？はい。これでいいんじゃないかなと、思われます。さあ、どうだ？トタケケはやってきたか。このなんかやってきた時の何かしら欲しいよね。え？おらんくね？え？トタケケおらんくね？何？どういうこと？私が座りました、トタケケの椅子に。なんかトタケケはやってくるのに時間があるの？トタケケはやってくるのに時間があるの？それともその辺にいるの？降りて。これは、どう降りればいいんだ？降りれなくなった。助けてー。もう降りれなくなったんだけど。どう降りればいいの、これ。いやー、降りられない。
この辺タッチしたら降りてくれない。あ、そっか、そういうことか。こっち向いて、あ、降りれた。焦った。向こう向いとるけんか。ね、トタケ系はトタケ系。どこにもいらっしゃらないですけど。どこにもいらっしゃらないですけど、何、トタケ系はどうやったらやってくるの、これ。間違えた。とりあえずちょっと別のものを作り寄ろうかな。とりあえず別のものを作り寄ろうかな。なんかちょっと良さげなのないかな。可愛くしたいんだけど、あ、この辺ちょっと欲しいな。ピクニックバスケット。これピクニックバスケットやったん。え、ピクニックバスケット？私あの、編み物とかする毛糸とか入ったんかと思いよった。あ、じゃあこれを、これをなんかちょっと庭っぽくしとる方のテーブルの上に置いておこうかな、ピクニックバスケット。ピクニックバスケット言いたいだけじゃないよ。じゃ、とりあえずこれを作っといて、あとは、まあ、まあ、いいかな。いいかな、とりあえずは。うんうん、こんな感、こんな感じで。トタケケなんか来る条件みたいなのあるんかな？今のところはこれで OK かな。そして、柵もこれでいいと思うし、この辺の柵変える？あ、ブーケちゃん踊り寄る。ブーケちゃん踊り寄る。この辺の柵、別にこれでいいか。うん、うん、うん。ね、タヌキッチー、トタケケが来ないんだけど。はぁ、ここはとってものんびりできる場所だもんね。聞いてる人の話。聞いてる人の話。トタケケがやってこないの。みんななんか条件とかあった？トタケケ呼ぶの。なんか特に条件とか書いてなかった気がするんだけど。作れば来るんじゃないの？違うの？あ、完成した。はい、受け取ります。置く場所がダメなんかな？なんかちょっともうちょっと、空いてる場所に持ってきてみる？そんな場所に来れるかってなっとるかもしれん。じゃ、とりあえず、あ、違うって。違うって。あ！とりあえず、さっきの、このトタケケの椅子を、じゃ、この広々しとるかどうかわからんけど、この辺ちょっと持ってきといてみて、さっきの、どれだ？あ、これこれ、ピクニックバスケットを、こっちの、はい、この上に置きます。これで OK じゃないかな？うんうん、OK、OK。こんな感じで、どうでしょう。お、トタケキやってきたっぽい。あー、やってきたー。なら、タヌキチがいない。タヌキチがいない。どっちかしかいないってこと？どっちかしかいないってことか、なるほど。二人同時に存在することはできないのか。ん？ということは、トタケキが今ここにおるやんか。トタケキが今ここにおるやんか。やっぱりこのトタケケのこの椅子は、向こうに移動させることはできないの？ほら、絶対こっちに合うと思うんやけど。これ座れるだけの距離がないってことかな、もしや。これで OK？ これで OK でしょうか。それとも、外なんてとんでもない。外なんてとんでもない。あ、外に置いたらタヌキチが復活する。どういう仕組み？どういう仕組み？家の中にしろよっていうこと？まあ、どっちにしろ吹きさらしなんやけどね。どっちにしろ吹きさらしなんやけどね。なるほど、どっちかしかいられないのか。そして、トタキキは、
トタケケさんは家の中じゃないと満足しないっぽい。まあなるほど。じゃあここでよろしいよ、別に。別に。はい。じゃあ、タヌキチにいてほしいときは、トタケケの椅子を抜けて、トタケケにいてほしいときは、こういう場合は、なんかどっちか、今はタヌキチがおるけん、トタケケがいないということになるんやね。なるほど、なるほど。あ、待って、私、トタケケの話が聞きたいんだ。トタケケの話が聞きたいんだ。ってことだから、ちょっとタヌキチの椅子をしまわせていただいて、しまわせていただいて、そしたらトタケケだけになる？トタケケが必ずいることになる？あ、いるわ、いるわ。よし、じゃあこれで。椅子を置く方向を間違えたかな、私。あ、もしかしてタヌキチの椅子を消した状態やったら向こう側にでも行けるかな？こっち、このあたり？このあたりかな。これでオッケー。てか、あの椅子方向わからんくない？わかる？わかる？なんかさっき横向きになってたんだけど。さあ、これで、あ、いるいるいる。そう、絶対こっちの方がいいよ。トタケケさん。今、新しい曲について考えてたんだ。このキャンプ場の雰囲気がイメージを膨らませてくれるんだよ。じゃ、これで、これからは、私、タヌキチの椅子もまたこれから置くけんさ。まあ、降りたい方が、おるっていうことになるんかな、これで。やあ、アイナ。このキャンプ場は過ごしやすいね。とてもリラックスできるよ。ありがとう。そう言ってくれてありがとう。じゃあ、たまたまここに置いた時がトタケが出てくるタイミングじゃなかったってことか。じゃあこっちはこっちでまた私タヌキチの椅子戻しとくね。タヌキチの椅子を戻しておいて、まあ、これでこれからタヌキチかトタケケか痛い方がいるだろう。痛い方がいるだろう。なるほどね、そういうことね。あ、これで多分タヌキチが戻ってきたな。やっぱりギターの音が聞こえんくなったと思った。まあ、じゃあ今回これぐらいかな。みんな別に対して何もないみたいやし。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私てっきりさ、両方が同時に存在してくれるんかと思ってたんやけど、そこまでスペシャルなことはないんやね。さすがにちょっと大物になってくると一体ずつということに。みんな寝てるな。みんな寝てるな。そういう時間帯。